はようございます。ついにメキシコ渡航の日が来ました。現在朝の10時ですね。4時半とかのフライトなんで、まあ、このホテル12時ぐらいに12時まで伸ばしてちょっとチェックアウトして成田空港に向かっていきたいと思います。フライトはアナでメキシコまで直通なんですよ。だから12時間45分ぐらい。まあ、なんか僕が現役の時ヨーロッパ行った時はよくドバイ乗り換えとか6時間ドバイまで行ってそっからヨーロッパまで12時間とか。メキシコは逆なんですけど、逆っていうんかな。まあ、南半球になるんですけど、それでも直通で12時間45分ってことはね、まあしんどいけどありがたいですね。ということでね、時間になるまでちょっと仕事して、まあ、ちょっと12時ぐらいになったら成田向かっていこうかなと思います。到着してですね、ちょっと最後のメキシコまで最後の日本食ということで重要な飯となっております。いやそんな分かりやすいのつけるってYouTuber としてやってる。いや、本気っす。本気。そっちが正しい感で来る。そっちが正しい感じなんや。なんなんすか。隣の席マジ大事やからな。ほんまに隣の席大事。残念でした。じゃあ地獄。最悪。終わったフライト。14時間一緒です。14時間僕とずっと隣。隣ってことはコハですか。僕は。僕はコハ。やった。コハです。ごしゃ。ごしゃ。メキシコ到着したんですけど、ケイスケがずっと喋りかけてきたんでマジで一睡もできませんでした。ねバキバキ。梅谷やん。梅谷おる。えぐい。待って、部屋めっちゃ綺麗。二人部屋でもやっぱ二人部屋やからルームメイトマジで重要やわ。ちょっと待って、めっちゃ綺麗ホテル。外の景色もえぐいしめっちゃいいやん。いやでもルームメイトバリだよ。おー、国旗でかっ。ルームメイトマジ大事や。うさ、終わった。またやん。エンジョくんのベッドどっちします？こっちで。こっちですか？はい。最悪や。最悪や。うわ、ルームメイト終わった。うわ、またやん。リリシ。かっこいい。メキシコ2日目で景色めちゃ綺麗なんですけど、なんか同部屋のやつが朝起きて2秒で太陽の光浴びていいですかが今日も最高の一日していこうって言い始めて、ちょっとアイビアン外れでした。マジ危ない、ほんまに。人間にも光合成はある。お前もう無理やって。それはもう無理やって。人間にも光合成はある。やめろって。朝一で太陽の光を浴びろ。こいつ今日も最高の一日にします。行ってきます。無理やお前もチームが届いて、チームっぽいね。これ結構すげえことに気づいちゃったんですけど、昨日11時ぐらいの僕たち寝たじゃないですか。寝た。2時ぐらいに、パッてなんか目覚めた。覚めた。2人ともな。覚めてて、何なんやろうなってずっと考えてて、で分かったことがあって、あの原因、時差。いや時差やろ、そら。いや完璧に。いやお前何を真剣にそんな言ってる。いやマジやっぱり日本やと多分本当は起きてる時間じゃないですか。まあまあまあ。はいはいはい。昼寝って大体3時間ぐらいしかできないじゃないですか。あ、まあ一緒にやるけどね。ってことに気づいちゃいました。いやどういうことやねん。時差しかないやろ。こいつ真剣に普通のこと言っとる。変やなやっぱ。はい、こんにちは。オープニングセレモニー行きましたが、現在日本時刻の夜中、チームジャパン全員死にそうな顔して疲れております。こんにちは、同部屋のケイスケ君。あー、テンション低いな。アザールに会ってきまーす。じゃあ、オープニングセレモニーが4時から終わって
って4時から始まって9時に帰ってきました。あのですね、メキシコのご飯美味しかったんですけど、ホテルのご飯で当たりました。これ日本代表がシェフ連れてく理由分かりましたね。これマジで多分チームで食当たりなんか当たった選手半分弱ぐらい5人ぐらいいるんですけど、僕が一番重症っぽくて腹壊してるのと多分ちょっと熱が出てきたっていうことで、今から決起集会あるんですけど僕は寝ます。ごめんなさい本当に。明日夕方から試合なので、どっちしろってあれですけど、僕ちょっと膝の調子が悪くてプレーできないので薬をね飲んで、薬ねこれマジで翔平くん優しすぎて、あの翔平くんが部屋まで持ってきてくれました。優しすぎます、あの人優しすぎます。ということでちょっと明日試合なんで頑張ります。ちょうど、動画が上がった今日か明日からフットブーツからサンダルが出ました。まあ、今僕これ履いてるんですけど、ちょうどちょっとねサイズがちっちゃいね、これあの1個大きいサイズ買った方がいいと思うんですけども、フットブーツからちょうどサンダルが出ましたので、ぜひ概要欄に貼ってるオンラインショップから見て、ぜひお揃いをお願いします。今回サイズめっちゃちょっとしか作ってないので、すぐ売り切れる可能性ありますので、買ってくれる方いたらお早めにお願いします。ということで他にもねフットブーツのブーツいっぱい出してますんで、また見てください。欲しいです。